あー、もう近いってきた。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回はこちらの狼くんのお使い、こちらのゲームやっていきたいと思います。初めてのお使い、多分そんな感じのゲームになるのかなと思います。早速やっていきたいと思います。それでは早速始めからスタート。起動してくださって誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。プレイに先立ってまずは名前入力してくださいと。わかりました、了解です。じゃ今回はライちゃん、こちらで行かせていただきます。まあ初めてのお使いっていうことなんで、私ライちゃんちょっと子供になりきってやっていきたいと思います。キャピキャピということで早速やっていきましょう。決定。ライちゃん様でよろしいですか？はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではライちゃん様、ゆったり楽しまれますように。ブイ、こちらこそありがとうございます。じゃやっていきましょう。昔々の物語。あ、お母さんかな。母狼ボロー。あ、狼ん、待って。あ、人間のお使いじゃなくてまさかの狼側の問題、狼側のお使いってことか。お前も大きくなったんだから自分で獲物を取りなさい。あ、やっぱそういうことだね。なるほど。子狼コロー。あれ、俺じゃないんだ。はい、母さん。じゃあ扉を叩くところからね。扉を叩くところ、どういうことか。はい。あ、え、ん、どういうことか。わかんない。3匹の子豚みたいな感じか。グッド。開けておくれ。お母さんだよ。あ、違う。あと、3匹の子豚じゃなくて、なんだっけ、赤ずきんちゃんか、これ。なるほど、そういうことか。の、狼側の話か。はい。開けておくれ。お母さんだよ。はい。You smart。急に英語。じゃあ行っておいで。はい、母さん。あれ、俺が決めた名前どこにいんだ。開けておくれ、お母さんだよ。開けておくれ、お母さんだよ。これ開けない方がいいやつってことか。なるほどね。いや、よーし。あ、コロかわいいな。今ちゃんと復習してたのか。ステージ1、ゲームの進め方。襲撃する家を決めます。扉をノックします。獲物を取れたら成功ですと。襲撃する家を決める、ドアノック。あ、オッケー、了解しました。注意事項、一度に複数の家を襲うことはできません。成功でも失敗でも必ず強制帰宅しますと。了解です。ステージは全部で8、ヤギ8頭でクリアです。子狼コローを導いてたくさん取りましょうと。了解です。じゃあ早速やっていきましょうか。まあとりあえずこの家か。よし、襲撃いくぞ。狼だよ。あ、コロー。コロー普通の失敗してる。それ開けるわけないわ。いや、帰ってきた。おかえり。最初からうまくはいかないよ。ゆっくりお休み。あ、お母さん優しいな。行ってらっしゃい。オッケー、じゃあもう一回行ってくるのか。なんかあるのかな。母狼ボローの言いつけで仮デビューした狼の子供。性格は生真面目で慎重派だが気の小さいところもある。ああ、なるほどね。まあ子供だもんな、まだな。よし、じゃあ行きましょう。ステージ1。じゃあまずここは襲わない方がいいのかな。どうなんだろう、もう一回襲ってみる。襲うと、開けておくれ、お母さんだよ。あ、今度はちゃんとうまくいったね。さあこれでどうだ。おかえり、早かったね。あ、ヤギ出てきた。ゴート。え、よっしゃ、狩り成功したね。あ、捕まえてきた。おかえり、よくやったね。ゆっくりお休み。なるほど、一回ずつこうやって休んで8頭手に入れるってことだ。了解です。じゃあもう一個行ってみましょう。次は村2だね。ステージ2。さあこれはどっちに行けばいいかってことか。どっちがいいんだろうな。花のある家か何もない家。まあ何もない家攻めてみるか。襲撃。さあこれでどうだ。開けておくれ、お母さんだよ。お母さん、うちにお母さんはいません。お引き取りください。あー、マジか。お母さんいないパターンか。おかえり、才能だったね。ゆっくり休み。そういうことか。そういうパターンもあるね。じゃあ結構ちゃんと覚えゲーなのか、もしかしたら。ちょっともう一回行ってみましょう。あ、間違えた、村一行っちゃった。でさっきはこっちだったのね。こっち、こっちだね。襲撃。さあこれでどうだ。開けておくれ、お母さんだよ。おかえり、早かったね。あ、これは成功したんじゃないか。よし、来た。え、オッケー、これで2匹目だ。あ、ちょっと色違うんだ、ヤギの色も。よし、これで次3頭目ですね。ヤギの家、これあれかな、花のある方が正解とかそういうのあるかな、もしかしたら。あ、ちょっと違うけど。うわ、何これ、鍛冶屋さん。ちょっとこれ聞いてみるか。開けておくれ、お母さんだよ。お母さん、お母さん、オックス、牛じゃねえか。あ、でも狼ってどうなんだ、牛に勝てんのか。
絶対勝てなそうだけど、ギャーダメだこれは絶対ダメだ、さすがに無理か。なるほどね、まあ、多分見分け方としては多分この鼻のところなんだろうけど、ちょっと他のところも気になる。こっちはこの家誰がいいんだろう。お母さん、おやおや、お迎えかと思ったらこんな年寄りでも役立つことがあるんじゃの。老婆、普通の人間も住んでんのか。何、おい先短い身じゃ、どこへでも連れて行くがいい。なんか逆に連れて行きづらいな。あ、帰ってきた連れて帰ってきちゃった。お帰りって、誰だよこりゃ。うちは老人ホームじゃないんだよ。まあいいけど、ゆっくり休み。あー、そっか。え、何これ、どんどん仲間増えてくみたいな感じなるほどね。じゃあ次こそ真ん中の家だね。さ、これの家ならさすがに、よし、来たー。お、黒ひつぎ。次は黒ヤギか。これはいいですね。よし、次ステージ4ですね。行きましょう。まあ、多分、あー、やばい、これどっちか分かんないな。この真ん中は多分違うんだとして、こっちかな。どうだろう、行ってみるか。さあ、何が出る。お、来た。よし、来たー。結構見分けついてきたね。よし、残り4頭だね。このまましっかり取っていこう。いやー、もうなんだその家、気になりすぎる。逆に気になる。ちょっと見てみていい、何が出るんだ。さあ、なんだ。あら、ずいぶん若い狼さんね。あ、もう狼って分かられてる、芸者場にそう、私いただかれちゃうのね。いいわよ。あ、やばい、バニー持ち帰ろうとしてるこいつ。あの僕子供なのでそういうのはちょっと分からないっていうか。あ、持ち帰ってきたよく分かんなくて持ち帰ってきちゃった。お帰りっていうか、なんだいこいつは。そんな子に育てた覚えはないよ。まあまあ、お母さん、そんなに怒らないであげたい。芸者バニーが弁明すんな。誰がお母さんだ。よし、じゃあ多分今度は真ん中の家なんだろうな。多分ここでしょ。さあ、襲撃。多分この家で合ってると信じてる。あ、よし、来た。これは、オーケー。いいね。仲間増えすぎだろというか。うち人増えすぎだって。さあ、6個目の村。次は、うわ、真ん中の家気になる。これはこれで気になるな。ちょっと見てみっか。さあ、これはお母さんなんか侍みたいなやつ出てきた。コロ、お前だったのか。いつも羊を襲っていたな。なんかゴンみたいな話になってんな。キツネのゴンみたいな話になってんだ。誰？てかなんで名前？さすがにな。さすがに人間には太刀打ちできねえか。じゃあ次は、多分こっちの家だよね。よし、これで襲撃。これは？さ、これはよし、当たった。オッケー、いいですね。さあ、あと2ステージぐらい、あと7と8ですね。行きましょう。うわー、教会気になる。教会というよりか気になりすぎるよ。教会見てみよう。何これ、誰が出てくるんだろう。あー、もうお入りなさい、迷える子よ。あー、やばい、シスター来た。迷える子よ、懺悔なさい。懺悔狼に絶対意味ないであろう。懺悔させられそうになってる。どうやらお困りのご様子。神のご加護のあらんこと。ああ、これは神の啓示か。すべては御心のままに。ああ、連れてきちゃった。また来ちゃった。人増えすぎだって。うちは宗教お断りだよ。まあいいけど。よっしゃ、オッケー。あともう一個気になる場所があったから、ちょっとそっちを見てみようか。この鎧の家は何なんだ。さ、これはお母さんお母さんって言いながら出てくるの、ちょっと怖いんだよ逆に。その斧持った状態で出てくんな。またお前かさすがにな。なるほど、あの家はじゃあもうあの牛が出てくるってことでいいのかな。もう確定で OK。 じゃあ最後のこの羊を襲って、さあ、お帰り早かったねと。さあ、来た。さあ、これでラストだね。おお、なんかそこは色違うんだ、まさかの。よし、じゃあ最後の家、村8、こちら行きましょう。多いな、最後の最後にめちゃくちゃ多いな。6個か。どうしようかな、一軒一軒見てく。時間かかるだろうけどまずは絶対違うこの家から見ていこうか。誰がいいんだろう。開けておくれ、お母さんだよ。あ、猫の声、キティ、ジードキ。あー、連れて帰ってきちゃったもうまた連れて帰ってきちゃったよ。買いたい？まあいいけど、買いすぎだってもう。
もう多いよ。狼よりさ、ヤギの人数と人間の人数の方がどういうことだよ。さっきここ見たでしょ。じゃあ次は絶対違う、この家行こうか。この家は？じゃあ誰がいる？お前、まだ小さかった私と弟を捨てて男と出てったくせに、今更どの面下げて帰ってきやがった。めっちゃ深刻な家庭状況。深刻だなこの家。出て行け、二度と顔を見せるな。なるほど、そういうのもあんのか。事情はいろいろあるもんさ。そやな、事情はいろいろあるもんな。気に病むことはないよ。ゆっくりお休み。ありがとうお母さん。お母さんだけめちゃくちゃ優しいな。さあ、あと残り4つの家だけどさ、どこにヤギいるか分かんねえんだよな。どこだろう。まあとりあえず一軒家聞いてるか。とりあえずこの家行ってみましょう。さあここは、返事がない。浴槽付近から異臭が漂っている。おいおい、もうダメダメダメ。この村の福祉はどうなってるんだ。孤独死ってことか、しかも。おいおい、ひどいってひどいって。村のことは村の責任さ。お前が気にすることはないよ。なんか事情が多すぎる。みんなどこの家が正解なのか分かんないからね、正直。ここ行ってみようか。さあここは、ひそひそ話す声が聞こえる。狼だよ、狼だね。今夜鍋パーティーだ。やべえ、お使いに来たと思ったら逆に狙われてる。逃げろコロ、逃げろお前。一瞬で玄関壊れてるから煙突から入ってね。あ、待って、これ3匹の子豚のシーンなんじゃねえか。行くわけないだろ。やば、今の家の人たちやばすぎんだろ。ゆっくり休み。ありがとう。さあ残り 2件か。え、じゃあとどっちだろうな、わからんな。なんか違いがわかんなくてさ、こっち行ってみようか。開けておくれ、お母さんだよ。さあ、ブーンブーン、なんだ、うー、なんか蜂出てきた。ギャー、あー、すぐ帰ってきた。まあそりゃそうだよな、蜂が出てくるって感じかな。結局じゃあ真ん中の家が正解ってことか。オッケー、じゃあ最後の村行きましょう。最後のここ行くじゃん。ここにならいるだろ。開けておくれ、お母さんだよ。おかえり、早かったね。さあ来た、これでよし、クリアだ。え、オッケー、これで全部揃ったね。ゆっくり休み。え、こいつ全部揃ったよね、全部。とりあえずはどうかしたの。教えおこう、なんでもない。エンディング、教えおこうって何。襲撃の上限について、こんなの。なんで1日1件かって。そりゃ見つかったら大変だからだよ。お互いに食うか食われるか、そういう関係だからね。もう人間とか猫とかいっぱい飼ってるからな、毎日。だから家は慎重に選びなよ。家の作り、庭、周囲の様子、いろいろ見るんだよ。あー、なるほど、そういうことだったのか。なんかどっかの家さ、調べてなかった気がするんだよね。どこの家だっけ俺。ちょっと待って、調べてないところさ、あったよね絶対。羊取ることを優先にした場所がある気がする。3かな。ここおばあちゃん家か。おばあちゃん家だな。おばあちゃん家。4の村は、4の村なんか調べてないんじゃないかな。どっかこっちだったのっけ。ひそひそ話す声。あーこいつらここにいんのか。煙突から入ってねって。なるほどね、そういうことか。へー、なるほど。あ、じゃあ最後の6個目のやつが大体みんないたってことか。5番の村なんだっけ。5番の村は、あー、バニーさんの家だ。この家なんだっけ。そういえば見たっけ俺。見てない気がするけど。お母さん、お母さん、あー、オックスの家だった、間違えた。お前らどんだけいるんだよ。もうこれ3体だからな、多すぎるって。さあ残り見てない村といえば、7番の村の、これ見たっけ、あれ見たんだっけ、どっちだっけな、覚えてない。ちょっと見てみようか。何がいる。あ、お母さんだ。まあまた。おいおい、あ、これで全部か、もしかして。これで全部か、なるほど。じゃあエンディングいきましょう。お前はもう一人前だ。私の自慢の息子だよ。34%、まあ3回に1回か。まあまあいい確率だな。狼くんのお使い、アストンロバタ様、ありがとうございました。いやー、結構面白かったな。ゴーとかめっちゃ多いって、もう。ヤギだけで。ご両親が離縁されたご家庭の方とか。じゃあ、いろいろ多いな。置き手紙を残していかれた方とかも、あ、そんなにいたんだ。いやー、ちょっと気づけなかった。ごめんなさい。おしまい。はい。というわけで、今回はこちらの、狼くんのお使い、こちらのゲームやってきました。てかごめん、俺さ、今気づいたけどさ、狼くんのお使いだったね。完全なんかね、人間の子のお使いって思ってたから、最初、めっちゃ、多分話が合わなかったと思うんだけど、ごめんなさい。そういうことだったですね。というわけで、また次回のとこでお会いしましょう。バイバイ。